各出場選手および観客の皆さん、サウマラダハスハイテーマー大会が間もなく始まります。皆さんが今日のバトルを楽しみ、何らかの収穫を得られることを心から願っています。またバトルには純粋な競争心を持って臨み、有効的に競技を行ってください。ベストを尽くせばそれでよし、不必要に気負い死闘を繰り広げる必要はありません。私は人と危険生物が共存する道を模索してきました。そして今あなたたちの手にある英知宝珠は私にその可能性を見せてくれました。この大会を通じてより多くの者にテイムの可能性を示し、未来の世界に戦いを回避する手段を提供することで、野外での活動がより安全になることを期待しています。へー、エルヒンゲンはその目標のために自分の全財産を譲るつもりなのか。あいつにはあいつなりの理想があるみたいだな。それに比べてカウトリアはなんていうか。エルヒンゲンさん、お言葉ありがとうございます。それでは私からも簡単に。テイマーたちよ、あなたたちの手に取っている英知宝珠は画期的な産物であり、強霊院数百年の技術の集大成と言えましょう。これには9つの偉大なるポイントがあり。カウトリアさん、皆さんがうずうずしていらっしゃいますから、詳しい説明はまたの機会に。では機会があればまた詳しく解説いたしましょう。とにかくその先端技術はバトルで身をもって感じられるはずです。自分の英知宝珠を信じて思い切りバトルしましょう。完全な技術オタクっていうか、場所も状況も関係なく意見を口に出しちゃうやつなんだな。エルヒンゲンが空気を読んでくれたおかげで時間を浪費せずに済んだぞ。予選はいよいよだ。初対戦に備えようぜ。相手がこんなにも平凡だなんて。ほら、かかってきなさい。鮮やかなダッシュであなたたちを破ってあげるわ。緊張するな、ポコポコ B に。たかだか予選の相手だ。こいつらを踏み台にして這い上がろうぜ。カメクタマを発射だ。
コンに指示を出して相手とバトルするのってなんだか面白いぞ。さっきのテーマ、キノコンたちとの連携もうまく取れてたし、いい勝負だったよな。そういう意味じゃなくて、対戦相手とキノコンの連携がある種の流派みたいだっただろ。オイラたちもポコポコビーニーとうまく連携できればいいよな。目配せ一つで次にやることを察してくれたりとか。それは仲間たちのあうんの呼吸に頼るのじゃ。ミコ、それとレイラ、対戦はうまくいったか？天天ヨーヨー獣とキノコの仲間たちがあれほど強かったなんて。私が反応するよりも前に相手が倒されてたよ。それで会場に戻ったら、八重お姉さんの対戦相手が魂が抜けたように逃げ出したのを見て、ちょうど八重お姉さんはあなたたちに相談したいことがあるらしくて、私もついてきたってわけなの。レイラちゃんは無事に予選を勝ち抜き、そうかもわずかな差ではあるが相手を上回ったんじゃ。わらわは少し残念じゃった。何せ対戦相手が全然楽しませてくれなかったからの。まあ始まったばかりだからな。もし予選の時点で苦戦する相手に出会うほどだったら、この大会の難易度は高すぎるぞ。ところでミコは何を相談したいんだ？ふむ、パイモンも少しは学んだようじゃな。忠告しようとしたことにまで気がついておったとは。今後相手はどんどん強くなる。一時も警戒を緩めぬようにするんじゃぞ。さて、予選を突破した勢いに乗ってキノコンと特別修行を行い、仲間たちとの連携を強めておくというのはどうじゃ？おお、先見の明があるな。それじゃあ早速出発してキノコンの仲間たちと特別修行をしようぜ。うむ、ここはなかなかの景色じゃ。空気からウリンの匂いがしておる。人里離れた静かな場所じゃから邪魔する者もおらぬぞ。思い切りキノコンと遊び、休む時はスメールの美食を楽しむとしよう。やったぜ、アクシーアクシー。って待った、オイラたち修行しに来たんだろ。もしかしてミコは特別なレシピでお菓子を？それを食べたらキノコンの仲間たちと心がつなげたりして。たとえわらわにそのような能力があったとしても、無駄遣いはダメじゃろ。普通のドライフルーツやお菓子を持ってきただけじゃ。鬼の特訓メニューか何かを用意したとでも思っておったか？そんなもの何時らに必要ありはせん。ずっと気を張り詰めておるとかえって大事なものを見逃してしまうじゃろ。キノコンと仲良くしたいのならば、友として扱い楽しい思い出を残すべきじゃ。友と一緒に遊んで暮らすこそがあうんの呼吸の修行といえよう。もしわっぱが何時の筋肉を石のように鍛え上げ、ヒルチャールボートを一発でぶっ飛ばせと要求してきたら、何時は喜んで従うかの？なんでそんな目でオイラを見るんだ。もしそんなことしたら、おいら、ミカ、いや、5日くらいお前を無視するぞ。ほれ、見たことか。何時とわっぱほど付き合いが深くとも、鍛錬を強要されるのは嫌じゃろ。ましてやキノコンの仲間とは知り合ったばかりなのじゃ。にゃーい、完全にミコに言いくるめられたような。八重お姉さんの言葉は確かに一理あるね。私も試してみたい。もし英知宝珠を止めたとしても、あるいは宝珠が故障したとしても、
キノコの仲間は私の言いつけを聞いてくれるのかどうか。そう、友達っていうのはゆっくりお互いを知ってから一歩一歩信頼関係を築いていくものでしょ。いつもアイテムに頼って天天ヨーヨー獣と交流するわけにもいかないし、それに今は少なからず命令しているような感じもあって。ほう、純粋な感情は余計なものでとどめてはいけないと。レイラちゃんの考えは王道じゃの。でもそれってキノコンへのコントロールを解除したいってことだろ。本当に大丈夫なのか。うむ、レイラちゃん、やってみるがよい。心配せずとも、わらわとわっぱたちが後片付けしてやろう。よし、じゃあみんな準備してね。止めるよ。あれ、確かに大丈夫そうだぞ。 H 宝珠を止めても、天天ヨーヨー獣は勝手に動き回るだけで、前みたいに近くの人に襲いかかってこないぞ。 H 宝珠がキノコンたちの性格を穏やかにし、交流の橋を作ってくれたようじゃな。何らかの技術で強引にコントロールしたというわけではなさそうじゃ。この仮説が正しければ、レイラちゃんの望みは叶うかもしれぬ。キノコンたちと仲良くなれば、H 宝珠を使わなくても何の支障もなしにコミュニケーションが取れるようになるはずじゃ。ミコ、よく言ったぜ。不思議な技術なんてどうでもいい。オイラはこの仮説の方が気に入った。私頑張るよ。天天ヨーヨー獣の好きなものを調べて、全能商人を探して、好きなお菓子をいっぱい買ってあげるの。オイラも本来のポコポコビーニーと交流したいぞ。試しに H 宝珠を止めてみようぜ。天天ヨーヨー獣、そっちで水遊びしたいの？みんなキノコの仲間を連れて一緒に来る？気をつけた方が良いぞ。水に立つ時は百雷舎らから離れるんじゃ。さもないと特別な足のあんま体験をさせられることになる。そういや忘れてたぜ。ポコポコビーニーには新しい体験をさせてあげようぜ。例えば、木に登って頂上あたりで景色を楽しむとか。レイラ、ミコ、先に行っていいぞ。ポコポコビーニーはずっと水辺で生きてたから、水遊びには飽きてるかもだろ。新しいことを体験させたいんだ。なるほど。だったら後でまたここで落ち合おう。そっちも楽しんできてね。さて、パカパカビーニー、何して遊ぶ？なんだっていいぞ。お前の言うことがわかるかもしれないから、オイラたちに教えてくれ。おい、無視するのかよ。うん、こいつと仲良くするために食べ物をたくさん押し付けてやるぞ。助けて、助けてくれ。話が違うじゃんか。なんでキノコこんなに凶暴なんだよ。聞こえたか？誰かが助けを求めてるみたいだ。やばそうだぜ。早く行ってみよう。また君たち？ハニヤ？お前、子供たちを救ったのか？たまたまよ。
子供たちが出場選手を真似しようとして野生のキノコに囲まれたの。幸い私の耳に入ったから命は助かったわ。危なすぎだろ。英知法師も取らずキノコに近寄るなんて。でも気持ちはわかるわ。私だって昔キノコの可愛さに惑わされたもの。幸い家族の教えと先祖の苦労を思い出して軽率には近づかなかったけど、みんなもともとは知っているの。キノコンは危ない魔物だって。だけど最近はサウマラタハスハイの影響で警戒心が緩まってきてる。これはエルヒンゲンの配慮不足のところね。この茶番を早く終わらせるわよ。英知法師はキノコンの大規模退治に向いてる。私が優勝者になればこのアイテムを好きに支配できるわ。ハニヤ、何言ってるんだ。茶番って、キノコの退治って。お前、炎一の前でこんなひどいことを言って、こいつが傷つかないとでも思ってるのかよ。お前だって大会に参加しただろ。オイラたちを指導して楽しんでたじゃないか。炎一が同類の犯した過ちを認識できるなら、私のことを応援してくれるはずよ。でも彼は人の感情を理解できない。ただのアイテムにコントロールされた駒。君たちにいろいろ教えた理由は気づいてるんでしょ。私はただ君たちの実力を見込んで私の目標実現に協力してもらいたかっただけ。だけど今君たちはキノコンの側に立ってる。このバカバカしいゲームにハマった君たちはゴールド流星とシルバー晩星の称号にふさわしくない。おい、行くなよハニヤ。オイラたちはさっき英知法師を止めてキノコンたちと遊んでたんだぞ。ほうほう、鮮やかな性格のものじゃな。言動に適度な粘りもあって面白い展開の匂いがするぞ。ミコ、レイラ、お前らも呼び声に気づいたか。ちょうどさっき彼女のことを話しておったのじゃ。レイラちゃんによるとハニヤはナンジラを対戦に導いたものじゃが、ナンジラがレイラちゃんに出会った後突如離れていったらしいの。今から見れば彼女は典型的な迷いキャラだったんじゃ。ある個体が犯した過ちを群れの全員のせいにして相手を徹底的に排除する。迷いキャラにとってそれは一番効果的で確実な方法なんじゃ。確かに暴走したキノコンが環境を破壊した例はあるよ。でもある研究がそれは野生動物と同じようにただ本能に従った結果の行為だって証明してる。この種はもう長いこと存在してるの。一気に排除したりなんかしたらウリンの生態系にどんな影響が出るか。レイラの言う通りだ。極端なやり方はダメだ。ハニヤがどんな目に遭ってきたにせよその無茶な行為は阻止すべきだ。彼女の優勝者への道を阻むか。ナンジラの反応は予想通りじゃな。あのオナゴは強力な優勝候補、実力は申し分ない。ナンジラ、準備は良いか。ミコ、オイラたちを連れてきたのってキノコンの仲間とお互いに知り合ってより連携が取れるようにするためだろ。待てよ、まさか最初からこんなことを予想してたわけじゃ。全てを思い通りに操ってはいささか興ざめじゃろ。こたびのナンジラとハニヤの出会いは思いがけぬ驚きをもたらしてくれた。さて今日の修行はここまで。予選は全部終わっておるはずじゃ。今後の日程を確認しに行くとしよう。観客たちが自由にコメントして交流できるように主催側がいくつかの掲示板を用意したみたい。
確かに大会の人気を盛り上げられそうだね。私と天天ヨーヨー獣のこともみんなに討論されるかな。この経歴が論文に使えたらよかったんだけど。いいと思うぞ。論文にはたくさんの資料が必要だって聞いたしな。考えただけで頭が痛くなるぜ。レイラは今資料提供者になったんだから好きなだけ書けばいいよな。素敵な発想だけど、私は明論派の学生でこの資料を使うのは正論派くらいかも。ともかく、まあ交換材料として正論派の学生に程度の高い文献を調べてもらえば、天天ヨーヨー獣の仲間が何を好むものなのかとかがわかるかもね。範囲が絞られて一気に楽になったよ。じゃないと100種類以上のものを買って一つ一つ天天ヨーヨー獣に試食させることになったかも。想像しただけで疲れて気絶しちゃいそう。そんな発想もあるのか。さすがだな。じゃあポコポコビーニーの好みも頼んでいいか。うん、頑張ってみるね。帰ったらすぐ手紙を書いてアムリタ学院に届けてもらうよう頼むから。わっぱよ、ベスト32の対戦表が公開されたぞ。え？もう次の対戦でソーカさんと対決するのかよ。一番期待しておった場面じゃ。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。すっごく期待してた作者がオイラたちに負けるのが怖くないのか。もしそうなったら八重堂のスメールでの旅は終わっちゃうんだぜ。手加減はするでないぞ。そうかに優勝などは望んでおらぬ。何時らに倒されればそれをきっかけに何かを悟るかもしれんじゃろう。何せ順風満帆の経歴は人を頑なにしてしまう。自分だけが正しいと思い込ませてしまうんじゃ。時には挫折の方がよっぽど大切じゃぞ。いい返事じゃ。次の対戦何時らの吉報を楽しみにしておるぞ。